エンタープライズアドバンス EA10 パネルディスカッション、クラウドで実現する次世代マーケティングとはを開演いたします。はじめにパネリストの皆様をご紹介いたします。株式会社スカイラークマーケティング本部インサイト戦略グループディレクター神谷祐樹様、株式会社良品計画ウェブ事業部部長奥谷隆様、株式会社あきんどスシロー情報システム部部長取締役田中悟様、モデレーターは株式会社リバンプ CTO 浜野康介様です。それでは浜野様、よろしくお願いいたします。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。一番最後のセッションということで、かなりもうお疲れのところとかもあるかもしれないんですけれども、結構いいお三方今日集まっていただいておりますので、割とこうカジュアルな感じで進めていきたいなというふうに思っております。今日の説明方なんですけれども、主に3つ、セクションを設けてやっていきたいなというふうに考えています。すでにお三方、結構他のところとかでも講演されているかと思うんですけれども、一番最初にですね、パネリストの方の紹介と、あるいはあとですね、各社の、お取り組みのご紹介を、最初20分ぐらいでさせていただこうかなというふうに考えています。その後に、キーディスカッションということで、主に3つぐらいの質問をさせていただいて、それについて、ディスカッションをさせていただきたいなというふうに思っています。で一番最後ですね、20分ぐらいで会場からのご質問を主に受け付けて、いろいろお話をしていきたいというふうに考えております。はい、ではですね、まずちょっと最初にご紹介なんですけれども、私の方はですね、株式会社リバンプということで、クリスピークリームドーナツですとか、あるいはアンティアンといったようなですね、外食のところをいろいろご支援させていただいているような会社になっております。で一応CTO ということで、技術統括みたいなことをやらせていただいているんですけれども、最近はですね、真ん中にお座りの、奥谷部長のですね、秘書みたいなことをさせていただいておりまして、もしかすると、今日なんか質問すると質問返しが来るんじゃないかというような形でちょっと、まあ秘書ですからね、はい、かなり戦々恐々としております。はい、令和許さんと、はい、じゃあですね、早速各社のですね、お取り組みの、紹介の方に、移っていきたいなというふうに思っております。では、まず神谷さんの方からお願いしたいと思います。はい、スカイラークの神谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、資料の方は、それですね、はい、はい、スカイラークご存知の方も多いかと思いますけれども、こういった形で、年間延べ4億人のお客様にですね、ご来店いただいている総合ファミレスチェーンという形になっております。で、ご覧の通り、いろんなブランド実はございまして、でこれスカイラークだったんだみたいなものも多分あると思うんですけれども、和食から中華、洋食、イタリアン、それから実は回転寿司もあるということで、本当幅広くやらせていただいております。で、今やっていることなんですけれども、左側にございますのが分析のお話で、AWS の方のレッドシフトを使わせていただいて、追って、現在マーケティングの費用対効果の改善ですとか、そういったところをやっております。で右側にあるのが今度アプリ出すんですけれども、その、これまでやってこなかった新しいオンラインの施策というところをこう開発しているというところをやっております。で前者 その分析というところでいくと、いろいろ実績が出始めているんですけれども、例えば あるキャンペーンなんですけれども、こう、売上の効果というのを改善して利益を4倍にしたりとか、そういう話だったりとか、いろんな仮説検証というのを回して収益を改善しているというところです。で、もう一つ先ほどの右側にあったところなんですけれども、もともとウェブですとかメルマガでクーポンのサイトっていうのを運営しているんですけれども、今後はそれをアプリの方に展開していきたいなと思ってます。で私もともと出身がネット企業ですの で、そのノウハウを外食企業に入れてみると結構
面白いことができるんじゃないかなと思いながらやっています。で、多分もう少しでですね、まあ、今月の末か来月の頭ぐらいまでには少なくとも出ますので、もしよろしかったらダウンロードして、使ってご来店いただければと思います。はい、はい、以上になります。ありがとうございます。じゃあ、次に、はい、奥谷さん。はい、じゃあ、旅費計画の奥谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。秘書におんぶに抱っこの奥谷でございますけれども、まずは簡単に無印良品のですね、やってることということなんですけれども、まあ、弊社7500品目売ってまして、まあ、世界で今600店舗をやっているというような状況です。で、まあ、ウェブ事業部の役割はですね、以下の3つという感じなんですけども、当然のことは、まあ、ネットストアの売り上げを上げるということなんですけども、まあ、ここから、まあ、2010年ぐらいからですね、まあ、ここ 4、5 年でいろいろと役割が増えてきてまして、まあ、いわゆる O2O、まあまあ、いわゆるデジタルマーケティングをやるということと、まあ、それの、まあ、最終形としてですね、今、まあ、無知パスポートみたいなものによる、まあ、CRM& デジタルコミュニケーションを実現しているということです。まあ、ここにも書いてありますけど、売上の9割ですね、まあ、いわゆる店舗の売上にいかに貢献するかということが、まあ、最近重要性を増しているということでございます。はい、まあ、先ほどの講演でもお話しさせていただいたんですけども、まあ、私の中 ですね、常にその、マーケティング上非常に重要なのは顧客時間ということで、まあ、どうしても小売業をですね、売ったら終わりということになりがちなんですけれども、まあ、それ以外にですね、やはりお客様は何らかの課題解決があって商品を買って、そしてそれを消費するわけなので、まあ、この時間のサイクルは短いか長いかは業界によったり業種によって違うかもしれませんけども、この全体をやっぱり取っていくということがですね、非常に重要だと思っています。まあ、ですので購買時点だけじゃなくて、いかに検討しよう商品の分を見るかという意味では、今のまあウェブの力だったりデジタルマーケティングというのがですね、この顧客時間の把握に非常に重要になっているなと思って、まあ、最近の仕事をしているということです。まあ、その、まあ、集大成的なものとしてこのパスポートを入れてまして、まあ、いわゆるまあネットと店舗関係なくコミュニケーションしていこうということと、まあ、やはりまあ増税前にですね、どうしてもこういった CRM を入れてですね、顧客関係を強化したかったのと、まあ、まさに、まあ、これを入れてからですね、非常に多くのデータが取れるようになってきました。いわゆるお客様軸で分析するようになってきたってことなんですけども、まあ、そういう意味ではどのマーケティングがどのぐらい効いているのかも見えるというのが、このパスポートでやってよかったことかなと思ってます。まあ、パスポート自体はこんなような形になってまして、まあ、単純なデジタルポイントカードではなくてですね、まあ、ニュースも送れる、まあ、コミュニケーションも担保しながら無事について調べたり、まあ、能動的にチェックインをしていただいたりということで、まあ、お客さんがですね、無事について調べる、まあ、検索窓でもあり、デジタルポイントカードでもあり、まあ、コミュニケーションの場でもあるということです。まあ、それをですね、まあ、AWS 用いて、まあ、このようなシステム構図を作ってやってるんですけども、まあ、まだまだ現状はですね、まあ、弊社もタブローを使ってるんですけども、まあ、分析をしてですね、まずは見える化していると、まあ、徐々に、まあ、ここにですね、マーケティングオートメーション的な要素を入れて、さまざまな端末においてもしくはチャンネルネットストアやメールやモバイル端末においてネットであろうが店舗であろうが、関係なくですね、無事のコミュニケーションを実現していきたいなと思っております。まあ、効果概要ですけども、まあ、一番最初にやったですね、まあ、無事パスポートダウンロード企画の500円のクーポンというのは実は4割以上の人が使ってですね、まあ、とんでもなく売り上げも上がったんですけども、とんでもなく怒られたというですね、値引きすぎだというですね。まあ、それ以外にもですね、先ほどの事例でも言いましたけども、まあ、パスポートユーザーへのコミュニケーションとしてカレーのキャンペーンですとか、まあ、現在の客数アップにもまあ若干貢献しているかなということと、まあ、ポイントによる売り上げというのもですね、まあ、40億ぐらい出てまして、まあ、実はパスポートユーザー、全体の売り上げの大体 24% ぐらいの人はパスポートを提示するんですけども、ちなみに売り上げとしてポイントは大体 3% ぐらいだと。21% ぐらいの人はただ、まあ、マイルを取るために提示していると、まあ、こんな状態だということです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。最後に田中さんお願いいたします。はい、皆さんはじめまして、あきんどスシローの田中です。さっき若干紹介偉そうなタイトルついてたんですけども、僕ただの部長です。あとこの場に座らせてもらってるんですけども、これうちの企業理念なんですが、うまい寿司を腹いっぱい、うまい寿司で心もいっぱいっていう、まあ寿司のことしか考えてないプロダクトアウトの会社でして、マーケティングに関しては非常に遅れた会社です。
次お願いします。じゃあ何をしているのかっていうと、まあ、そうは言いながら、まあ、お寿司を出すにあたってやっぱり何がどれぐらい売れたのか、その辺をつかみたいと思ってまして、まあ、寿司皿の後ろに、まあ、IC タグ黒いのをくっつけて、地味に何がどこ流れてるのかみたいなことを、データを取っています。でその結果として、まあ、塵も積もればというか、まあ、全部で10億件ぐらい年間にデータが集まってきて、まあ、それを活用して、まあ、いろんなことをやってますと。でそれをやってるものっていうのが、次のページなんですけども、まあ、実際いろんな予測をしています。でするにあたってやっぱりお寿司の売れ方だけじゃなくてお客さんがどれぐらい来てくれてるのかっていうのを、把握するために、まあ、実はお客様に自分で大人が何人子供が何人って入れていただくんですけども、まあ、そういうのを入れてもらった結果を、実は座席ごとにどこの席には何人が座っていて何分過ぎたのかみたいなものを、計測をしていて、でその結果今から1分後だったらどれぐらいお寿司をレーンから食べてもらえるのかとか、15分後になったらどれぐらいお寿司を食べてもらえるのかみたいなところの予測をしています。それからテイクアウト、まあ、持ち帰りなんですけども、持ち帰りはじゃあ作るスタッフが何人いて今の注文残がどれぐらいあるから今注文を受けると何分後にできますよみたいな、まあ、生産予定の予測みたいなこともやっています。で、まあ、そんなプロダクトアウトの会社も、まあ、データをいろいろと活用するようになったので、まあ、Amazon をいろいろと活用するようになっていって、まあ、BI のツールをいろいろ入れたりとかですね、まあ、基幹システムして SAP を入れたりとか、まあ、やっと一般的な会社並みのインフラを整えることができましたと。でそれもできたのも Amazon が非常に安い金額で、サーバー周り提供してくれるので、まあ、ここまでできたのかなと思っています。でじゃあ今後スシローがどうするのかっていうと、さすがにですねうまい寿司はやめないもののやっぱりプロダクトアウトの発想は、やめていこう、まあ、マーケットインとか、まあ、CR みたいなことに取り組みたいなと思っていて、まあ、今日お二人のからいろいろとアドバイスをいただいて勉強したいと思ってるんですけども、やっぱり取り組みたい取り込もうとしていることはいくつかありまして、左の上のものが、テイクアウト、実際うちのお店に来ると店頭で紙に書いて注文してもらうんですけども、まあ、頼むと大体40分待ちとか平気で言うんですね。なので、家で注文してもらうと、まあ、来る間に作れるので、まあ、ネットで事前に注文してもらえるようにしたいなっていうところで、まあ、ネット予約みたいなものであったり、それからスシローの店はひどいことにお客様を待たす店なんですね。土日になると平気で1時間待ち2時間待ちってやるので、それも何とかしたいので、家で順番待ちをしてくれると移動している間の待ち時間が減るので、まあ、そういう形っていうのをこれから、スマートフォンのアプリで作っていきたいと思っています。で一方で昨日アマゾンが発表されましたけども、まあ、さっきお話しした通り寿司皿に IC タグをつけていて、でレーンの下にセンサーをつけていつどの寿司が流れたかというデータを取っています。これをですねクラウドに流していこうとしていまして、 Amazon はキネシスって名前をつけたんですけども、まあ、スシローなのでキネ寿司っていう名前をつけて、これをですね一応言えって言われたのはクラスメソッドっていうAmazon の会社さんと、一緒に、データを Amazon に流しそれをタブローで分析すると、連呼しろって言われたのは一応クラスメソッドと頑張ってますとそんな形で進めております。ありがとうございました。ちゃんと横田さん聞いてますでしょうか。はい、空いてますね、はい。ありがとうございました。なんかかなり連呼していただいた形で、はい、ではですね、今の、お話をもとにちょっと、ディスカッションの方に移っていきたいなというふうに思っています。でまあ、すごくちょっとベーシックなところから始めていきたいというふうに思っているんですけれども、まあ、多分だんだん多分脱線がちょっとしやすくのかなと思ってはいるので、一番最初ですね、割とこうベーシックな3つの質問から、始めていきたいと思います。大体これで、20分ぐらいかなというふうに思っています。でこの後会場の皆さんの方からですね、もし何か質問ありましたらさらに、受け付けていきたいと思っておりますので、何かいろいろ考えていただければなというふうに思っております。でですね、まず、まあ、いくつかもうヒントはあったと思うんですけども、なぜ AWS を使い始められたのかっていうのところを、まあ、実際その課題と効果っていうところを、順番によろしいでございましょうか。
なぜ AWS っていうところなんですが、これ先ほど講演の中でも申し上げたんですけれども、やっぱりこれ早い安い、それは簡単みたいな、そういったところが大きいなと。で、一言で言うと、早いっていうのは、構築が早い、パフォーマンスが早い、で安いっていうのは、当然ながら、これオンプレミスのこうサーバーデータ分析当社レッドシフトを入れているので、こうデータ分析ってところでいくと、そういったオンプレミスのソリューションと比べると桁2つ違うなというところで、安いですよねと。であと簡単というところでいくと、マネージドサービスなんで、運用のところで変なというか負荷がかかるのはやっぱり本業ではないので、そういったところはなるべく手放しにしたいなというところですね。であとは地味にもともと自宅で EC2 使ってるっていうのがあってですね、だからそれでこうアカウント持ってるんで、実はあの自宅に EC2 いるんですか。自宅に EC2 一応なんかウェブサービスみたいなのをちょこっとこう作ったりとかしてるところ、冷蔵庫の中のデータとか、そういうのが公開とかしたりして、はい、やってるんで、そういうのもあってですね、AWS かなというところでやってます。はい、ありがとうございます。私ですか。返さないでくださいね。はい、返さないです。とりあえずもうね、神谷さんと一緒って言っておくのが一番いいかなと思いますけども、あと強いて僕がですね、そんな相手分かんない人間が言うとすれば、私たちが取りたいデータっていうのは、先ほどもちょっと講演でも言いましたけども、結構複雑なデータをいっぱい取るってことですね。つまりこう何がいつ売れた、どこで売れた、誰が買っただけではなくて、当然解析上っていうんですかね、ネットストア上での動きだったり、アプリ上での動きだったり、そしてチェックインとかですね、いわゆるコメントだったりっていう、テキストデータのようなもの、こういうものも全部入れてって、分析をしたりと。しかも我々世界展開もしてますんで、アプリも当然、よくよくは世界展開したわけですね。そういう意味でも、AWS の広がりっていうのと、そのコスパの良さ、あと複雑なものを非常にこう、やすやすと、処理してくれるっていうのはいいところだと思うんで、そういう意味で AWS いいかなと思っているところですね。効果とかどうですか。効果は秘書から秘書が一番上がってる。そうですか、はいはい、お願いします。はい、AWS 使い方と始めたきっかけはですね、ごめんなさい、今もう無印良品の方の話になっちゃってるんですけども、レッドシフトからもともと始まってきたっていうところがあってですね、新規に、構成入れなきゃいけないということで、一番コストパフォーマンス優れてて、何かあっても途中でやめちゃえるっていうところのメリットで、レッドシフトを選択したっていうのがあります。で、当然そうすると、EC2 とか S3 っていうのも同時に使うと一番経済性高いので、そういう形でやってきたと。で、これ多分他と比較すると、初期費用とかで普通だったら2000万とか3000万とかかかるっていうところが、一番最初、初期導入すると言っても、リザーブドインターフかけるぐらいで、数百万ぐらいですよね、せいぜいね、と言っても、ぐらいの金額で最初入れて、しかも、月当たり100万、全然いかないですね、20万とか、下手したら30万とかぐらいで回してるっていうのが多分現在なので、僕、パネラーじゃないですよね、はい、そういう形で、かなり経済性高いかなというふうに思っています。以上です。すみません、田中さんお願いします。もうなんか言うことないんですけど一応スシローって意外とバラエティ受けするんですよ。でバラエティ番組で取り上げていただけると何が起こるかっていうと、一応お客さんテレビの視聴者ってスシローどこにあるんだろうって知らない人も探すんですね。そうすると今の時代スマートフォンの時代なので、ネットで検索をするのってテレビの視聴率と同じように追従するに一気に集中するんですね。そうすると他社さんでもテレビに取り上げられると分かると思うんですけども、大体アクセスが集中するとウェブサーバーが落ちるっていうのがあるんですけども、うちは実はAmazon の AWS でロードバランサーがオートスケールしてくれる形になっていて、ウェブサーバーが3台が6台9台って勝手に増えるようにしてあります。そうするとテレビで取り上げられてアクセスが集中した時にも、サーバーが落ちないと。
で若干まあオチがあって、一時前輪 の、 地図を使っていたので、一番肝心な店舗検索の時に、サイトは動くけど地図が動かないっていうのがあったんですけども、この間Google に変えたので、これでもサイトも落ちないし地図も落ちないという形ができました。なるほど、わかりました。似たようなことも多分ありますよね、多分ね、無地とかでもね、そうですね、まあ、細かいこと言えばやっぱりキャンペーンとかですね、LINE とかやっぱり導入した時とかに、やっぱり LINE のキャンペーンとかもすごいやっぱり負荷かかっちゃうんですけど、まあ、やっぱりそういうところで AWS 使ったりとか、ものすごい前もやっぱり実は使っていて、ゲーミフィケーションのやっぱりハードは AWS だったり、まあ、当時は結構いろいろと EC2 もですね、なかなかいいパフォーマンスはこのうちはいけないでしたっけみたいな、あんまりだったなって感じもするんですけども、まあ単価とやっぱりさっきのようにやっぱりスケールアウトが非常にすぐできるっていうのも、まあ良かったんで、そういう部分でも確かに使ったんですけど、包括的に本当に使い出したのはここ1年ぐらいで、最近はもう社内でもですね、うちの場合実はもう海外展開のいわゆる基幹システムなんかにももう結局使っていこうかと、各個ごとによって、まあ、結局同じシステム入れてもですね、まあ、回線太いとか細いとかですね、いろんな問題があって、それを回避するためにもいいってことなんで、だいぶこう機関へメインにもどんどん入ってきているのが現状ですね、はい。スカイラークさんってなんかウェブ側とかでもこういうの使われてたりとかはしてそういう意味ではですね、まだ使ってないんですけれども、まさに弊社もこれはあんまり言わない方がいいような気がしますけど、まあ、地図、某地図のサイトがですね、ちょっと追随しなかったみたいなことがあったりとかしたので、ちょっと参考にさせていただければと思います。ありがとうございました。じゃあちょっと次に移っていきたいと思うんですけれども、実際なんか AWS をこう導入していくときとかで、まあ、どういうふうに稟議闘争だったりだとか、どこから使っていこうみたいな話で結構あったりだとか、あるいはどちらかというと事業部側として主導権を握りながら割とこうやれるんだけれども、まあ、とはいえ部内に結構そういう詳しい人がいない、技術者がいないみたいなことって、まあ、結構多いかなというふうに思っています。でやっぱりこういうところで特に事業部の方だったり、あるいはもしかしたら SIR さんとかで営業行かれるときとかには、社内がまあどういうふうな体制になっていたりだとか、あるいはどういうスケジュール感であればその AWS とか、まあ、クラウドとかを入れるのを受け入れられるのかなというのが疑問に思われる方もいらっしゃるかと思ったので、2番目としてですね、導入の体制とスケジュールを、まあ、特定のトピックに絞ってて構わないと思うんですけれども、社内も体制も含めてでお聞かせ願いかな、ないかなというふうに思っています。ではまず神谷さんお願いします。でまあ、導入の体制、まあ、先ほど稟議という話があったので、まあ、これ講演の中でもお話ししたんですが、やっぱりこう社内を通すという中 で、まあ、今まで使ったものこともない、特にこの当社の場合情報システム部門じゃないところがこう言っているという中で、やっぱりまあどうやって通そうかなというのは、まあ、結構悩んだというのはございましたと。でまあ、その中でやっぱりこうじゃあ経営陣でどういうところが大事かなというところで考えたんですけれども、やっぱり一ついいなと思っているのは、まあ、これ、うまくいけばこれ利益がこうバンバン出ますよと。でただまあ失敗したらこれコストがほとんどかかりませんっていうのがやっぱりこれヒットしてですね、当社のこう、まあ、財務のトップなんかは、まあ、これ非常に気に入っていて、でこれは私、まあ、申し上げるとこうあいいねいいねと、まあ、ぜひぜひやろうじゃないかみたいなことを言ってくれるんですね。でこれはデータベースの時にそれで、まあまあ、認めていただいて、でこれさらに今度アプリをやろうとしてるんですけれども、アプリでも全く同じ話をしてですね、あいいねいいねぜひやろうっていうふうな話にこうなるということで、まあ、そういうふうな、なんか工夫やら何やらこういろいろしながら入れていったという感じですね、はい。外部の方とベンダーさんだったりだとかも含めてで、なんかこう、こういうふうにこ う, うまく組んだらうまくいくとかって何かありますか？そうですね、やっぱり、まあ、今回ベンダーさんの選定の中で、まあ、当然ながら何社かお会いさせていただいたんですけれども、やっぱりこの AWS に対してどれだけコミットしているのかっていうのは結構大事だなと思ってます。で、まあご案内の通りこうどん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 新しいテクノロジー出てきますし、でどん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 こうシステムが回収されていくという中で、やっぱりその部分、まあ
新しい機能がリリースされたらそれをすぐにこう、まあ、当社のビジネスに使えるのであればそれを適用していただけるっていうのは非常に重要だなと思いました。なのでやっぱりそういう、まあ、どれくらいこのテクノロジーに対してコミットされているのか、まあ、そういう方々とやっていくっていうのが非常に大事なんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ次奥谷さん。そうですね、まあまあ、僕らにとってその、まあ、AWS っていうものがどういう位置づけかといえばその要するに目的は無事パスポートであってそのまあ手段が AWS だっていうことがですね、まあ、すごく重要で、まあ、逆に言えば何だっていいわけですよね、まあ、そういうこと言うと申し訳ないですけど、まあ、ただその時にやっぱり通すっていう意味でもよい、まあ、自分たちの立ち位置がいいなと思ってるのは、まあ、ネットをやるって我々は事業部であるって、まあ、その事業部で あるその単体の利益とかそういうのを持っていて、なおかつうちにはあのウェブ事業部にシステム化があるんですね。そのシステム化っていうのが逆に言うと、まあ、いわゆるネットとか顧客ドリブンでいろんなことを考えられると。でなおかつもう一個いいのは傍流であるってことですね。傍流だからリスクを取りやすいので、でしかもローコストでやれって言われるわけなんで、で彼らがやれって言ってることは別に AWS を入れろとは言ってないですね。無事パスポートを入れて顧客関係を改善して、まあ、いわゆるコミュニケーションをリッチにして、まあ、分析もしてねっていうことなんで、じゃあ結果的にはこれでやりましょうと。なんとなく皆さん、まあ、社内もそうなんですけど、社内の皆さんも結局ポテンシャル感じがどうしていいか分からないということが結構 あるんで、そこをまあこっちがやると。であとはもうまさに亀田さんおっしゃった通りなんで、失敗してもそんなに痛くないし、まあ、何のためにやるんですかと。無事パスポートをやって売り上げを上げていく、顧客関係を改善する、そのためにまあ限られた予算でその動く仕組みを作るためには AWS がいい、まあ、しかもその導入の時間も結構短いので、我々どちらかというとやっぱアプリの方が何か問題あればそっちの改善とかそっちへの施策充実にばっかりいくわけですけど、まあ、一方で2ヶ月とかその数ヶ月でしっかりと体制を組めるんで、そこは結構そんなに人事かけなくても両方がうまく回るってことですね。そこも良かった点じゃないかなと。まあ、スケジュールとか組み方導入体制についてはまた秘書からと答えたい。秘書の私はい、はい、分かりました。秘書です。ですね、大体導入にあたってなんですけども、レッドシフトをまあ入れましょうみたいな話をまあ分析環境として考え始めて、大体 POC、プルーフオブコンセプトやるのに大体2週間から1ヶ月ぐらいですね。これはちょっと時間が取れなくてリードタイムかかったっていうのも結構大きいんですけれども、ぐらいをかけて、その後、実際導入するのはもうかなり早くて1ヶ月ぐらいで多分終わってると思います。でその後かなりですね、そのやっぱりデータが、まあ、正しく、なんていうのかな、正しい数字を示しているのか、あるいはそのこういう数値もさらにこう加工した上で見たいとか、こういうマスターと当ててみたいとかっていう要望がどんどん出てくるので、その辺をまあブラッシュアップするにまた 2,3 ヶ月ぐらいずっとかけながらやっとこう帳票を作ってきたとかっていうのが大体のスケジュール感だと思います。で多分体制が一番大きくて、この辺検討しているところが多分僕1人プラス1名ぐらいで、はい、レッドシフトとかに関しては多分もうやってしまっていて、でプラス、社内の方のですね、課長さんとかにいろいろ稟議を仰ぎながら、進めていったっていう感じなので、その辺なんでしょうね、インフラのエンジニアが専任でいなきゃいけないとかいう感じではちょっとなくて、まあ、もっとこう事業側 の推進に集中できるっていうところがまあ一番体制的な特徴かなというふうに思っておりますが、よろしいでしょうか。以上です。はい、すいません、田中さんお願いします。僕の場合はお二人とちょっと立場が違って、まあ、情報システム部なので、まあ、サーバー買うとおもりしなくちゃいけないっていう、まあ、使命を負う部署なので、まあ、買われたら迷惑ですと、まあ、買うのに選ばなきゃいけないし、買ったら毎日毎日保守するわけですよ。使いもしないバックアップを取ったりですね、壊れたら何か直せって言われたりとかするので、まあ、そういう意味でそれを全部 Amazon が持っていってくれるっていうのは非常にありがたいですと。でまあ、一方で不思議なことに僕入れる側の立場でもあったんですけども、じゃあこれやるときに何をしたのかっていうと、今、BI からうちは入れ始めました。で BI って無料お試し期間があるんですね。
なので無料お試し期間中にアマゾン上で実際に物を動かしてみて、経営陣にほら10億件のデータがこんなに早く見えた、こんなのが見えるだろうっていうのを示して、結果を見せた上で、まあ、じゃあこうしましょうという形で、まあ、うちは進めました。ありがとうございます。やっぱあれですか、結構実際見せたらおおってなる感じですか、経営者の方とか。そうですね、うちの経営陣というか、まあ、営業部長とか、まあ、社長とかもそうですけど、店舗出身なので、まあ、店のことは俺が一番分かっていると、何がどう売れているかとか、どんな風に売れるかというのは彼らデータ見ないでもこうだって言えるんですね。で、言ってたところに関して、ほら言ってる通りでしょ、こんなのが出ましてって見せてあげることも非常に大事だし、その中で彼らが実は見落としている、異常点みたいなところを見せてあげると、お気づかないこともデータなら分かるっていうのを、まあ、両面で見せてあげると、まあ、結構効果的でした。どれぐらいの体制で作られた感じですか、そのデモとかって。結構10億件とかってなると結構データ量的に多かったりとかもすると思うんですけど、うちの情報システム部って5人、僕入れて5人しかいないんですね。でその5人で、370店舗のサポートもしてますし、それから本社の IT リテラシーの低い人がカバンに入れてパソコン壊したみたいなの対応もしたりとかしてるんですね。まあ、その状況下でじゃあどうやるかっていうと、まあ、ほぼほぼ外部にお任せしちゃいますよね。だから、クラウドにデータアップロードするのが、若手が1人やって、で、まあ、ソフトのインストールは当然その無料を提供してくれるベンダーさんに入れてもらって、で、1社のサポート、AWS ってそんな大きな会社じゃなくて、サポートしてくれる会社がたくさんあるので、まあ、そういう会社を1社使って、まあ、環境周りを見てもらう。でも実際やったのは2日でやりました。早いですね。分かりました。じゃあですね、もうそろそろあれなので、次ですね、次に何をやっていかれたいですかっていうところにちょっと移っていきたいなというふうに思います。まあ、いくつかもヒントの部分とかはもう結構出てきてるじゃないっていう部分も全然あると思うんですけれども、その先の、まあ、もしさらなる妄想とかも含めてでもしあれば、いろいろご提示いただけないかなというふうに思います。ではよろしいですか。神谷さんからお願いします。で次なんですけど、まあ、次はまずアプリかなと、まあ、先ほど申し上げたので、まあ、それをとりあえずやりきるっていうのが大事かなと思ってます。でそれが、まあ、うまくいった暁にはっていうところなんですけれども、まあ、今はマーケティングっていうところを中心にやってるんですが、これはどんどん店舗の方にも広げていきたいなというふうに思ってます。で店舗の方でやっぱりまあもっとサービスを改善したいと。例えばスシローさんはこうお皿にこう IC タグをつけられているかもしれないですけれども、当社もやはりこう、まあ、商品食事をお出しする際にやっぱりそのお皿の温度だとか、その食べ物の温度だとか、そういったところって非常に重要な要素ですし、その美味しさというところ でそこがきっちり品質をクリアしているっていうのはやっぱり大事だなというような話だったりとか、あとは、店舗の お会計のところって結構お待たせすることとか、逆に そこで、人がそのレジに張り付いちゃってるので、人っていうのは、まあ、従業員ですね、従業員が張り付いてるので、でなかなかこうお客様を落とすることができないとか、お待たせしちゃうとかっていうのはあるので、例えば、まあ、決済の部分だったりとか、あとは、まあ、オーダーの部分だったりとか、本当にいろいろあるなと思ってます。で当社はデリバリーもやってるので、まあ、デリバリーのところっていうのも、まあ、改善していけると結構いけるんじゃないかなと思っていたりですね。で本当にいろいろやりたいことがいっぱいあるんですけれども、なかなかこう時間がないみたいなところが今悩みではありますね。なんか結構やっぱり最初、まあ、パスポートもそうだったんですけども、まずちょっとアプリからみたいなところってやっぱりちょっとあると思うんですね。でももしかしたらその機能って全然ウェブでもできるじゃないっていうところも結構あったりとかするじゃないですか。でも何でしょうね、 なんでこうまずアプリの方に行って、まあ、多分後ろで AWS 動かしたりとかってことになると思うんですけれども、から行っちゃうようなイメージになるんでしょうね。でこれアプリってこう、まあ、その反則のチャンネルっていう側面もあると思うんですが、実はそれだけじゃないと思ってるんですよね。これは先ほどの講演の中で申し上げたんですが、まあ、現在当社年間で延べ4億人でユニークユーザーでだいたい1億人弱というところをご来店いただいているんですけれども、まあ、当然ながらこうその中でスマホをどれくらいお持ちかというと、まあ、4,000、5,000万ぐらいすでにいるだろうなと。
で、まあ、その 4,5 千万の中 で、まあ、当社のアプリどれくらい使っていただけるか分からないですけれども、かなり大部分の方にお持ちいただけるのであれば、もうもはやそれあのお店のある種ブリングユアオンデバイスみたいな話に近いと思うんですが、なんかそういうことってできるんじゃないかなというふうにあの妄想してます。でそれができるんであれば、もうそのアプリ経由で、まあ、オーダーもそうだし予約かもしれないし、で、まあ、決済だったりするかもしれないし、なんか本当にいろいろ使えるんじゃないかなと思ってます。その基盤という意味も含めて、まあ、まずはアプリかなというふうに考えてますね。ウェブのブラウザーが入り口になるというよりも、そのアプリがもうそのまま接客 の入り口になるみたいな、そんなイメージですか？そうですね、まあ、前職、まあ、ネット企業だったので、まあ、当然ながらこうブラウザーなのこうウェブなのこうアプリなのと、で、まあ、ウェブ当時はそのウェブゲームがメインだったんでブラウザーでいいじゃないみたいな話だったんですけれども、やっぱりあのブラウザーってブラウザーベースだとこうブックマークするじゃないですか。あのなかなかホーム画面にそのブックマークを落としてくれる人いないんで、やっぱりそうするとどん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 こう裏側に行っちゃって、でこう伝えるリーチっていうのは弱くなるし、で、まあ、ウェブブラウザだとすると、まあ、メルマガでこうあのこちらからプッシュするってなると思うんですけど、まあ、それもあんまり強くないよねというふうな形で考えるのであれば、やっぱり、まあ、そういったリーチだったりとか、あのまあ、使っていただきやすさ、思い出しやすさとか、まあ、いろんなものを鑑みると、まあ、その当時もやっぱりアプリだと思いましたし、今もアプリかなと思いますね。ありがとうございます。じゃあ次、奥谷さん。はい、そうですね、まあ、私がやりたいことっていうのは、まあそのまあ、一つはもうあの言いましたけど、まあ、やっぱ世界展開ということですね。やっぱり世界のお客様とつながると、まあ、その仕組みを、まあ、AWS ベースにしっかり作っていって、国内から見ても海外から見ても同じようにデータが取れる環境をしっかり作っていくというのが一つですね。あとはあのやっぱこうマーケティングオートメーション的なことをやっぱり徹底してやりたいと。そのマーケティングオートメーションというのも、まあ、あのうちもやっぱりそんな人がいないんで、基本本当にオートメーション化したいということですね。そのあんまりこう我々もいろいろ顧客セグメントいっぱい切ってですね、いろんなマーケティングをやったこともいっぱいあるんですけども、人とお金と何ですか、ね、時間あればもう全然いいんですけど、それないんで、なるべくそのウェブの技術をしっかり載せて、そのさっき言ったある程度複雑なデータをしっかりと分析して、適切なレコメンドをしていったり、適切なコミュニケーションタイミングを測るということを、まあ、やりたいと。それがまあ最終的にはパーソナル化につながると思うんで、あとはそういう形で分かってくれば、このお客様にはこの商品を少し、他のお客様に値引いてあげるとか、まあ、そのようなパーソナル化したクーポンみたいなのも出していけるかなと。まあ、あとはもちろんそのアプリ上でもっとやりたいのは、あの神様って決済だったりとか、そういうのもありますし、まあ、その基本、まあ、ここまでできるかどうか分からないんですけど、まあ、自分たちで言うのもなんですけど、ある程度よくできたアプリだと思うんで、この基盤みたいなものですね、どうやったらこうみんなで共有できるかみたいな、みんなでいっぱいアプリ作っても結局アプリがいっぱいになるだけなんで、あの別にみんなで使えばみたいなです、ね、まあ、そんなことでもなんか偉い人にしばかれそうですけどもまあでもなんかみんなで使えればその方がいいんじゃないのみたいなです、ね、気もするっていうです、ね、まあ、それがどん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 データが多くなってきて、それをいかにこう共有化するか、それをそのなんかポイントプラットフォーマーじゃなくて、こういうクオリティプラットフォーマーって僕はよく言うんですけど、自分無地が好きなその人とどこの企業さんとか、まあ、どんなサービス会社さんがつながるかみたいなのも一つあるんじゃないのと。まあ、どっちかというと今のビジネスモデルって、まあ、プラットフォームビジネスが勝つわけなんで、だけどまあ大きさでは勝てないですけど、クオリティでは勝てるかもしれないんで、まあ、そういうことをやる、まあ、そういうことをやろうと思えばますますバックエンド軽く大きくいつでもスケーラブルにしといた方がいいんで、そういうことができたら面白いかなと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ田中さん、お願いします。はい、まあ、まずはこの2社に追いつきたいですね。うちあのマーケティング遅れているので、やっぱりあのアプリをこう活用するぞって言えるぐらいに、まあ、ちゃんとなっていきたいと思ってます。ただあの、まあ、スシローとか、まあ、回転寿司のお店に行くとあのタッチパネルがあるじゃないですか。で2人で行くといいんですけど、4人だと遠いんですよ。届かないとか選びにくいとかっていうのがあるので、でも今もう皆さんこうスマホ持ってるんですよね。なのでここから注文していただくと届かないみたいな不便がないし、当然お客様ごとに、まあ、個別におすすめみたいなことができるので、まあ、そんなところまで行けたらいいなとは思ってます。やっぱあれですか、
あのブラウザーじゃなくてやっぱりアプリっていうところとかは割と同じような理由ってどうですかね。なんとなくなんと、まあ、やっぱりアプリの方が安定してるっていうのと、うん、メールって多分迷惑メールに振り分けられちゃうリスクがあるんですね。だからお客様とコミュニケーションを取ろうと思って一生懸命メールを送っているのに、いつの間にかそのメールが迷惑メールになって届かなくなってしまうっていう問題があるので、やっぱりアプリのプッシュ機能っていうのは魅力的だなとは思ってます。ありがとうございました。じゃあですね、大体こうキーとしてお伺いするようなところっていうのは一旦ちょっとざっとお伺いしたと思いますので、ここからはですね、まあ、せっかくですので、もし、会場の方からですねご質問とかもしあれば、そちらの方を順番に受け付けていきたいなというふうに思っております。ではもし質問ある方いらっしゃいましたら挙手いただけますでしょうか。すいません、まず私は IT ベンダー側の立場に従事しているものなんですけれども、先ほどのキーディスカッションの中の2つ目 の、 社内のコンセンサスを得るプロセスの中でですね、どちらかというと3社様ですね、コスト、まあ、経営に対してコスト面のところを訴求するお話が中心だと思って、ちょっと私自身が日々活動している中で意外だったのが、どちらかというとコストよりもですね、経営者はお客様に対する経営者に対する一番 の、 困難なところがですね、セキュリティ未だにですね、まあ、やっぱりそういうパブリックなクラウドの、こうもやっとした理解不足からくるもやっとしたそういうセキュリティ面の危うさみないなところがものすごく障害になるケースが多いんですけど、そういったケースはなかったですかね。ちょっと多分セキュリティ面に関して、まあ、こう AWS 使うときとかにどう倫理通すのか、あるいはまあ障害にならなかったのっていうお話かなというふうに思いますので、ちょっと一人ずつお答えいただいてもいいですか。はい。で、まあ、確かにありました。で、まあ、いろいろあったんですけれども、まあまあ、これ AWS のこう担当の方にいろいろこうご説明いただきました。で、やっぱり大変だったんですね。で、特にその、まあ、やっぱり上質のメンバーの中でやっぱりもともとこう固いシステムを作っている業界から来ている人間がいまして、やっぱりそういった部分というのはまあかなり、まあ、当然ながらそれを気にすると思うんですけれども、まあ、やっぱりそれを気にしましたと。ただやっぱりその AWS でいろいろな、確かフィスクでしたけどちょっと忘れましたけれども、その金融機関向けの、まあ、そういった基準にもきちんと対応してるし、これ実際例えば NASA はどうのこうのとか、まあ、よくあるじゃん、 NASA じゃなくて FBI でしたっけ、 CIA でしたっけ、ちょっと忘れましたけども、そういった話だったりとか、あとは、まあ、昨今、まあ、ここ最近なんか特にいいと思うんですけれども、まあ、昨日のキーノートかな、まあ、マネックス証券さんとか、まあ、そういった本来固い業界の方々も使い始めているってところで、そういうのを話をしながら、まあ、なんとか打ち返したというところですかね。はい。はい。まあ、弊社ですけど、まあ、どうしてもセキュリティの話をすると、まあ、はっきり言って別にどっちも完璧じゃないですよねって話ですね。そのハードだって補修間違いは全部消えたりもするわけでまあそのどっちがっていうのは、まあ僕はすれば測れませんと。まあ、ただ坂井さんとおっしゃるとやっぱり今やまあ US だなのいわゆる政府が使ってたりとかですね、実績は増えているよっていうことをまあ一つ言うのと、まあ、あと一方でじゃあどっちもどっちだから何もしないかというとそうではなくて、まあ、取るデータっていうのは、まあ、逆に言うとすごくこう複雑にもなってきてるんで、それを見たから何か分かるかっていうものは、うん、あまりないんですよね。例えば住所と名前まで入れる必要があるのかとかですね、まあ、例えばそのチェックインをしたっていうデータからイコール住んでるとかは分かるわけではないですし、だけどテキストデータがあったりとかそういうものを、まあ、仮にですけども、まあ、外の人が取ったとしてですね、まあ、それこそ AWS でもなければですね、分析することはまあできないでしょうとも、まあ半分まあ思ってると思いますね。だからその抽象度はある程度上げたデータになっているので、
まあ、年齢は入ってるけれども何十代しかないし、 ID を見たから何かが分かるわけでもないので、まあ、その辺はそんなに心配する必要ないんじゃないのってですね、基本守りが下手な人間なんでそうしか言えないっていう、あまり答えになってないんですけどもそういう感じですね。すいません、はい。うちの場合はまあ、そもそも皆さん Amazon で買い物しますよね。で、買い物するときに自分のクレジットカード預けてないですか。で、自分たちが預けているレベルのアマゾンの環境なので、まあ、そこが危険だって言ったらもうどうしようもないよねと。で、それ以上のセキュリティ求めるんだったら費用対効果で、まあ、そこまでお金かけますかっていう話で、そこまでやりませんと。あとはうちメールを G メールに変えたんですね。 Google Apps に変えました。まあ、その結果としてメールとカレンダーとワークフローといろいろ自由に使えるようになって、やっぱり選んでいく新しいサービスを使うことによって得られるベネフィットっていうのを社内では共有していたので、まあ、そこはリスクを取るってわけじゃないんですけど、やっぱり新しいものに、取り組むことによる、メリットを得る、やらないことによるデメリットは選ばないという形で選択しました。ありがとうございました。よろしかったでしょうか。ありがとうございます。じゃあ他にいらっしゃる方いらっしゃいますか。すみません、先ほどアプリをスマホのアプリを使ってというような話が出たかと思うんですが、実際に、まあ、アプリを使うことだとこう集客というか、インターネット検索エンジンを使った集客というか、ホームページの、アクセスを得るのってなかなか難しいとは思うんですが、実際にそのウェブを使った方の、まあ、SEM であったりとか SEO であったりとかいう対策を、されているということはありますでしょうか。また、例えばその SEO ですとかそういったので集めたデータを何かその AWS のクラウド環境を使って分析したりというしているようなことはございますでしょうか。ウェブサイトとしてってことですかね。そうですね、はい。企業のサイトとして、そういうのを使っているかっていう、あるいは対策を行っているか。そうです、まあ、オンラインコマースなど含めて、そういった対策っていうのをされているかどうか。わかりました。まあ、当社の場合はそういった理由によって基本的に全く期待してないというのがありまして、まあ、SME とか SEO とかっていうのは基本的にはあんまり考えてないっていうところです。で、まあ、当社、まあ、携帯のクーポン、まあ、ウェブなんですけれども、ウェブベースなんですが、それの会員様が現在1000万弱いらっしゃるんですけれども、それどこから流入してくるかっていうと、まあ、ほとんど店舗の QR とかそういう部分なんですよね。で、私はこの入社してすごい驚いたのが、そういった店舗の力、店舗の送客の力ってすごいなと。で、やはりその、まあ、店舗で、まあ、オーダーされてこの待ち時間少し当然ありますから、その時間にこうテーブルだったりとかメニューブックだったりとか、こう卓上のポップとかそういうところにこう動線があるんですけれども、それの力って実は結構すごくて、基本的にその1000万弱っていうのもほぼほぼそれで作ってると。で、まあ、前職が、まあ、ソーシャルゲーム作ってたので、で、まあ、広告ってそもそもないよねっていうのはまあ思ってましたし、まあ、SEO とか SEM とか、まあ、そういうところをやらなかったとしても、まあ、今こういうふうな流入がありますし、あとさすがにこうスカイラークとかガスト店舗とかで検索するとさすがに上に出てくるんで、まあ、そういう意味ではまあ大丈夫かなと。で、実際そういった検索エンジンからガスト店舗とかで、ウェブサイトに入ってきて、でそこから会員になられる方っていうのもいらっしゃるんですけれども、まあ、2割とか、まあ、3割ぐらいなんですが、まあ、そこのところで、まあまあまあ、負けはしないでしょうし、あとなんかレストランとかなんかそういうビッグワードでこうなんかヒットさせても来てくれないだろうと思うの でそういう意味ではまあ、必要性は基本的に全く感じてないっていうところではあります。
まあ、うちもですね、全然そういうのはあんまやってなくて、まあ、実はネットストアやってるんでね、お金があればやってもいいかなと思うんですけども、現在ネットストアにおいてもですね、まあ、お付き合いのあるアフィリエイト先っていうんですかね、それぐらいしかやってなくて、まあ、いわゆるウェブ広告もほとんどそのコンテンツマーケティング的に、例えば YouTube でキャンペーンをやるから、まあ多少そういうことをやると、それ以外はやらないと。またアプリに関しては、まあアプリの導入時期は少しスマートフォン広告みたいなのやりましたけども、それ以降もやってないということですね。まあというのも、そのまあ特に無地パスポートの視点とかっていうふうに考えると、講演の中でも言ったんですけど、我々が求めているのはお客様の能動性なんですよね。そのあまり広告で追いかけて取ってきても、でアプリがダウンロードされても使われなければ全く意味がないわけですよね。ですから、そこにあまりお金をかけても仕方がないと。むしろそれであれば、まあ、アプリを入れた人に、まあ、先ほどのプッシュ通知の良さみたいな話がありましたけども、それでなんかマッサマンでも買いに来ませんかとか、無印良品週間ですよと、いわゆる顧客の能動性を、取っていきたいと。まあ、そのネットの社会でいうと、なんとなくコンバージョンファネルのすごい近いところ、コンバージョンしそうなところが、いわゆるアプリを通して見えてきているわけですよね。で、小売業自体 の、 その売上のパイというのはそんなに伸びてもなくないわけだから、その目の前にいるお客さんとより近くなるためのコミュニケーションが必要で、別にその SEO とか SM やってすごい遠い人まで取ってきても、まあそういう人って、まあ基本は非会員で買い物してくれてる人かなって思った方がいいかなと思ってるんで、まあだから結論としてはやらなくていいと。まあブランドとしてのね、認知度もかなりありますので、さっきのスカイラックさんの話じゃないですけども、オーガニックで全然入ってくるので、それでいいかなと。まあ能動性を担保しといた方が後でいろいろ言われないってことですね。いろんな ID の紐付けもそうですね。強制してなんかずっと行かないとアプリ使えないってなると、ちょっとあれも使わなくなるんで、アプリもダウンロードして、まあ、例えばお誕生日入れれば動くぐらいが一番よくて、メリットを感じてお客さんがいろんな ID を紐付ける、そこから始めた方がいいかなと思うんで、あんまり SUSM もやらないとですね。はい、うちも何もやってないです。まあ、あえてやったのは、まあ、お客様やっぱスシローを検索するとどこにあるのかっていうのをまあ検索されるので、まあ、探した時に出てくるように、あの Google プレイスであったり Yahoo ロコに店舗を登録するっていうことはやってますけども、それ以外は一切やってないです。よろしかったでしょうか。じゃあ、他に、質問ある方いらっしゃいますか。パネルディスカッションありがとうございました。今お客さんの能動性っていう話もあったんですけど、一方でのそのスマホアプリのフックのさせ方というか、どうやってダウンロードをさせていくかって、知らしめるかっていうところの策とか、スカイラークさんはまだこれからかもしれませんけど、こうやってみたいと、どうやって知らしめるかっていうところを聞いてみたいです。これは奥谷さんですかね。そうですね、まあ、最初にちょっと言ったように、少し、ね、アプリの広告とかやりましたけども、まあ、もう気がつけば、まあ、予想よりもですね、ダウンロード数も増えていて、まあ、200万ってことなんですけど、まあ、結論何もやんなくていいかなとも思いつつですね、思いつつですけども、まあ、どうでしょう、これからやっぱりお客様見てますと、やっぱりこうちょっと年齢の高い方とかですね、一応ガラケー対応してるんだけど、できないとかって、まあ、使えないとかっていう人に対しては、まあ、それこそ別にアプリじゃなくてもいいねと。じゃあかといって今更あの券面作る気もないんで、例えばギフトカードと連携して500円のギフトカード買ってくれたら、それとの紐付けみたいなのを考えてあげようかと。これはアナログ策ですね。もう一方では、まあ、どんどんスマホがコモディティ化してますんで、ああいうスマホにもうじゃあプレインするかということですね。つまりイオンモール様が携帯を売る時代ですので、そこにあるお店である我々はそこにもう入っていれば簡単に使えるかもなとは思いますけども、まあその辺どうなんですかね、キャリアさんとのあれもありますんで、そんな簡単にはいかないのかなと思いますけど、まあこれからそういうこう両方のっていうか、まあこの都市的にはこう上の方の方のためにそういうプレインみたいなこと、まあこれ iOS できないですけど、アンドロイドとかですね、まあ、あと圧倒的にそのフィーチャーフォンからか、あのか、なんていうんですか、移動したくない方もいらっしゃいますけど、あの辺って最近アンドロイドはこうフィーチャーフォンだけでアンドロイドアップ動くとか、さすが日本のよく分かんない技術みたいなのありますよね。
それすごいから、じゃあそこにプレインさせてよぐらいがいいなっていう。あとはさっきも言いましたけど、これ妄想ですけど、誰みんなが使ってくれるアプリになれば勝手に広がるかなみたいですね、まあ、それは無理だと思いますけど、そう思います。はい、少し補足しますね。少し補足すると、一番最初ダウンロードフックになったところっていうのは、もともとの良品、無印良品の方で、例えばメールマガジンだったりだとか、あるいはフェイスブックでつながっている方たちだったりだとか、あるいはその LINE でつながっている方たちからの流入って、まあ、すごく大きかったりとかもしていて、一番最初の時とかだと1分間に500ユーザー登録ぐらい行ったりとかした時もあったので、そこは何でしょうね、そのアップアプリだからといって他の自由じゃないっていうんじゃなくて、もともとすごくこうお客様を大事にしてきたからまず流入してきたよっていうのはかなり大きいですっていうのと、あとやっぱり一番大きい最大のダウンロードをフックにさせるメディアはお店だったっていうところがかなり大きいと思います。多分それは他のお二方も多分一緒だと思うんですけれども、やっぱお店で一声かけるとか、お店でポップみたいな形でダウンロードください、こういうふうなメリットありますという形でちゃんと書いてあったりとかするっていうのが一番ダウンロードの服としては大きいかなというふうに考えています。まあ、そうですね、まあ、そこで言うと、まあ、確かに広告とかはしないですけど、そのやっぱりアプリを作ってダウンロードするかっていう話の前に、そもそも顧客関係をどういうふうに作ってきたかが確かにないとですね、クレジットカードもやってません、EC もやってません、メールも取ってないんですけど、アプリをやって200万ダウンロード行きたいですって言われても、多分僕は何もできませんって言うと思います。それは広告したから取るものでもないですよね。そのお客さんのコミュニケーションの進化に合わせて今のアプリであるっていうふうに考えないと、もうその広告云々の前にですね、その顧客関係ができてなければ何にもダウンロードされないと思いますね。はい、まあ、おっしゃる通り当社はまだなんですけど、でも一番セグメントされたその広告媒体は何かっていうと店舗だと思うんですよね。やっぱりその店舗にいらっしゃる方、まあ、それはまあ再来店いただける可能性が一番当然なら高いので、でそれ以上にセグメントされた広告って多分ないと思うんですよ。だから当社、多分いろいろイメージをお持ちだと思うんですけれども、やっぱりその、好きな方は来ていただけるし、当社、こういうような業態嫌いって方は絶対来ていただけないので、でそういう意味で考えると、やはりじゃあどういう方に使っていただきたいかというところで考えると、やっぱり店舗を使うっていうのが一番効率的ですと。で、あとはベネフィットっていうのは非常に明確で、やっぱりご来店されました、でその日から自分のご自身の召し上がるものが割引されるというところっていうのは、やっぱり大きなフックなんじゃないかなと思ってまして、でそういったところで、これまでその、当社のオトクーポンというその携帯のウェブサイトの方は会員数を伸ばしてきましたし、これからもそうなのかと。であとはやっぱりその店舗でのお声掛けって、これすごいなと思ってまして、でそういったところと組み合わせてやっていくのかなというふうには思ってます。毎回3人目だって言うことないんですけどスシロー、やっぱりお客様いっぱい来ていただいてるんですけど、やっぱお客様不満持っていて、スシローは待たせると、待たせるっていうその不満に対して、どう答えるか、そのソリューションをアプリが提供することができれば、多分お客様はダウンロードしてくれるというふうに考えてます。ありがとうございました。残り時間少なくなってきたので、あと1人かなと思っています。もう聞いておきたいぞっていう方いらっしゃいましたら挙手いただけますか。じゃあ、私は、カジュアル医療を展開しているライトオンのシステムを担当しています、谷上と言います。よろしくお願いします。リバンプさんにも非常にお世話になっております。すみません実はですね、今日いろいろ聞いていて、データ分析っていうところにちょっと興味がとってもあります。で、私どもも、データ分析いろいろやってたりするんですけど、神谷さんの話をお聞きしてですね、前まで4時間ぐらいかかってた分析が5分でできるようになったということで、これはすごいなと。で、確かに分析ってやっぱりこう結構いろいろ考えるんですけど、時間かかったりとか、挙句の果てに結果がいまいちだったら何だったんだろうみたいなね、
結構なんかいまいちだなっていう、でそれを報告したら当たり前だろうとか言われて、でそういう中でやっぱりそういう5分とかサイクルどんどんね、回されるっていうところで、その AWS を使う前、皆さんも BI 使われたと思うんですけど、その前とこの AWS を使った後のそのサイクルですよね、まあ、時間も短縮するんですけど、そこでなんかその分析の発想が変わったとか、なんかいろんなアイデアがどんどん出てきたとか、すごい高回転に回ってきたぞみたいな、そういうメリットがあれば教えていただきたいと思います。すみません、ちょっと時間もあれなんですけど、一人ずついただいてもいいですか。今度はじゃあ田中さんからいかれますか。それはまた準備してなかったんですけど。まあ、うちあんまやってなかった会社なので、まあ、AWS 使って結局できないことができるようになったっていうのが一番大きいと思います。意外と早かったな。そうですね、私、まあ、確かにその分析時間かかるんですよね。でおっしゃる通り、僕はもう常にアイノーシンドロームと戦ってるんで、実は知らないんだけど、みんな見た瞬間から全部知ってることに人間でなっちゃうんで、だからまあ確かに時間はかけない方がいいんですよ。でだけど、まあ、これも僕はさっき神谷さんの声も聞いちゃったんであれなんですけど、やっぱりその早ければいっぱいミスできるじゃないですか。僕の結構あるのは、もうタブロー使っていろんな、僕は妄想言ってですね、まあ、あの浜野君とかみんながこういっぱい作ってくれて、作ったはいいけど全然見ないものといつも見るものって出てくるんですね。でこれってなんでずっと見るかっていうと、それはどっちかというと、そのカスタマージャーニーを逆算したいものだけがいっぱい見るんですね。だけど作ったものは見なくていいかというと、それはただ単に見る必要性が半年だったり3ヶ月だったり1年だったりするだけの話なんですね。でそれを誰に対してプレゼンするかで感度が違うだけなので、まあ基本は全ての分析が重要だけど、逆に言うと重要ではないと。それよりもいっぱい打って仮説を立てた方がいいと。でもデータを見ないとなかなか仮説も出ないから、でいいデータを見るとやっぱりそれは次のカスタマージャーニーをどうしようかっていうふうになってくるんで、まあやっぱり時間はなるべくかけずに、だけど分析、まあ、AWS を使って早くなればたくさんいろんなこと言っといたって、まあ、5分で4時間が5分になったとしたら、1日4時間かけてくれればね、80本ぐらいノックできるわけなんで、4時間やっとけっつって、まあ、出たものを見て、せっかくやったの奥田さんこれしか見ないとかですね、文句言われてもそれでもいいじゃないですか。その無駄を許容できる環境を作るのが、まあ、こういうものの良さだと思うんで。だって人間そんなね、10打数じゃない人はいないわけなので、まあ、そういうふうに考えて早くぐんぐん回すのがいいと。だけどそれからやったからって10打数10打にはならないっていう、そこを割り切ってやられたらいいんじゃないかと思います。はいはい、で当社の方なんですけれども、これはまあ奥谷さんおっしゃられた通りなんですが、やっぱりあの仮説検証のスピードが上がるってことは仮説検証の数が増やせるってことで、でまあ、これもちろんその AWS の話もあるんですが、当然ながらその分析するそのチームのスキルだったりとか、どういうふうにやったらいいのかとか、なんかそういったところとのセットだと思うんですけど、まあ、そういうのがあの、まあ、最近徐々にあの高まってきていて、でこれまでと比べてはるかにこうテストを回している数っていうのは増えてるんですよね。で大体、まあ、あの週に 3,4 ってあの先ほどの講演で申し上げたんですけれども、やっぱりあの試すのが回数が増やせれば増やせるほど、これってあの、まあ、当然ながらヒットの確率ってそんなに変わらないの でヒットの本数が増えていくんですよね。だからあの、まあ、今日も午前中あの会社でそこら辺の方、まあ、今週というかあのずっとやってるテストをこう、まあ、ディスカッションしてきたんですけれども、あのやっぱり見てるとこれまで以上にデータをもとにやっぱりチームの中で、まあ、こうなってるんだからこうなんじゃないかとか、こうなってるってことはじゃあここをこう書いてみるともっといいんじゃないかっていう、そういった議論も活発になりますし、そもそもテストの数が増えるっていうのが大きく変わったなというふうに思ってます。はい、ご回答になっておりますでしょうか。ありがとうございました。もう一個だけ言っていい？はい、もう一個だけ、どうぞ。そういえばもう一個だけ言い忘れたんですけど、あのすみません、喋りまくっちゃってって感じなんですけど、あの
いいのはその例えば価格施策とかもね、僕らやるんですけど、例えば2万円以上配送料無料って誰に聞いてんのかとかね、勝手に偉い人がこうだからこうなんだって言われて、でもデータも取れないからそうかなと思ってたのが、例えば私の仮説は2万円以上配送料無料は、例えば低マイル所得者、いわゆるあんまり無事に関与したくて、まず2万円でなんか大きいもの買ってみる人に聞くんじゃないかと。だけど例えばこのデータまだ半年、その分析した時半年ぐらいしかなかったんで、当然低マイルユーザーばっかりなわけですね。だからこれはおかしいんじゃないかって言われて、そう言われればすごと引き下がるわけですけれども、でもありがたいのはそれがずっと2万円以上配送料無料ってどのぐらい出てるんですか、2万円のレシートの出現率をずっとこう今ってデータずっと取れるじゃないですか。そうすれば気がついたら僕の仮説が正しいのか刑事の仮説が正しいのか、別に僕がなんかいやそんなこと言わずに僕の言うこと聞いてくださいよとかですね、社内営業しなくても、徐々に済むってことですね。データが語ってくれるようになるんで、そのためにはまだまだ足りないんですけどね、データの量が。でも そこもこういうことをやっておくと期待できると。奥谷が言うと分かんないとか、奥谷が言うと嘘くさいとかじゃなくて、データは嘘ではないですよねってことが言えるんで、そのあんまり威張らなくて済むというか、アピールしなくて済むのもいいところだと思いますね。すみません、これだけです。はい、ありがとうございました。ではですね、お時間の方ちょっと過ぎてしまっているんですけれども、ごめんなさい、もっと質問いろいろお受けできればよかったんですけれども、そうですね、いろいろ皆さんのですね、ヒントになっておりましたでしょうか。一応今日は、これにてですね、セッションの方は終わりにさせていただきたいと思います。ぜひ今日のお話とかをご活用ください。では今日はどうもありがとうございました。浜野様、パネリストの皆様、ありがとうございました。